即興でね、ここにあるいろんなアイテムを使って何か、うん、描いたり作ったり制作する様子を配信したいと思います。はい、ここに揃えたのが、絵の具とかクレヨンとか、あと模造紙は複数用意していて、他にも折り紙とかいろんな、筆も何種類も用意して自由に使えるようにセッティングしてきました。で、模造紙をね、目の前にした時になんかこう筆を使って絵の具で絵を描くっていうことに気持ちが向かなくて、なんかこの紙を描くものとして使いたくなかったので、結局こうやってね、頭にかぶってみました。で、頭に浮かんだイメージが船だったね。船を漕ぐ、あ、これ船だ、船に乗ろうっていうふうにひらめいて船出に出ました。オールのようにね、やって歌を歌ってますね。クリスマスが近いっていうことで、なんか頭にね、賛美歌が浮かんだんですよね。諸人こぞりて。そう。で、この人はね、一体何だ、誰なんだろうって。で、イエス・キリスト、別に私キリスト教のわけじゃないんだけど、イエス・キリストのイメージが浮かんで、で、これ金色の絵の具で足を塗りました。キラキラーとライトで光って綺麗だったんで、その後このオールがなんか、あ、ゾウの鼻みたいだなっていうふうに思って、あ、そうだ、リンゴだ、リンゴを捕まえに行こう、キリストとゾウでリンゴを捕まえに行こうっていうふうに思いまして、リンゴを作りました。そしてそれをしばらく眺める。ここで生まれた物語を説明します。ある日おじいさんが船に乗って出かけると、そのおじいさんはよく見るとサンタさんみたいに白い長いおひげがあって、その長いおひげはよく見ると象の長いお鼻だったみたい。サンタさんはトナカイじゃなくて象に乗って、そして船に乗って出かけていくのです。まあ即興で作ったお話なんてこんな程度でね。夢みたいなもんです。尻滅裂で何の脈絡もない感じでね。あ、で今描いてるのが星のイメージで青い絵の具で描いています。でね、模造紙をね、見た時に綺麗な四角っていうのがイラッとしたの。なんでそんな綺麗やねんと思って、破りたくなって破きました。破いたところに描くっていう方が落ち着いた。綺麗なまっすぐな線の模造紙はすごい安定しすぎてて逆に落ち着かなかった。そんな感じで、折り紙もハサミじゃなくて手でちぎるっていう感じだった。絵の具も手で塗る、筆とか使いたい気分にはならなかった。で、おもむろにエプロンを脱いで後ろのね壁に貼り付けました。お、これはスカートになるじゃないかと思って、でさっきのオレンジのはスカーフにしてますね。で、セロテープで巻きスカートみたいにやって、なんかもう気分はファッションデザイナーみたいな感じになってきて、ポーズをとってみた。夜空に向かって酔いしれる。なんかエツに浸っちゃったよな、この時。ものすごい気持ちいい感じになってきて。で、唐突に曲を作ることにするんですね。スタチュリトラスタチュリトラスタラパ
よしと、なんかこうだんだんこう自分の中から抜けていくものを感じて、待ってで、さっき作った即興の歌に、それなんで、うん、歌詞を作ってます。それなんで、どうしてどうして、なんで、もう止まって、もう止まってだね、もう止まって、もう何かが動いちゃってんだよ。ない、どうしようもないの、どうしようもないの、オーゴッド、ここで神様を呼ぼう、オーゴッド、ない、最後は希望で終わりたいよね。どうしようもないけど、ゴーオンだね。どうしようもないけど進むよってこと。それん、うん、このね、ライブ配信を見てくれた友達が、なんか最後賛美歌生まれたなみたいに言ってくれて、あ、そっか、あれ賛美歌やったんや。確かに変な日本語はつけたけど、メロディーは洋風だし、賛美歌に思えなくもないなって、無意識だったんだけどね。そう思うと、こういう感覚に従って即興で何かやるときって、やっぱ神的なものにつながっていくっていうか、もう嫌をなしにスピリチュアルになるっていうか、ね、宗教的になるっていうか、なんかそういうのがあるのかなとか、まあ、クリスマスが近いからっていうので、そういう気分だったんだろうね。あっという間ですね、12月ももう年末で、あっという間に2020年が終わろうとしていますね。皆様どういう1年でしたか？私はまあいろいろあったけど、うん、1年の締めくくりにこうやって遊べてよかったかな、うん、楽しかった。なんか何をするにも説明のいる世の中というかね、こうだからこうです、だから私はこうしますっていうさ、説明しなきゃっていう意識で生きてるけど、でもたまにこうやってさ、説明のしようがない、なんでそうなったかはよくわからないけど、こうなったんです、でも楽しかったですっていう、うん、こういうね、大人になってもう無意味なさ時間、ただ楽しむっていうだけの時間を持つって、うん、必要やなって思った。なんか良かった、むっちゃこの時間、うん、また来年もやるよ。なので皆さんはぜひ参加してね、一緒に遊ぼうね、うん、じゃあ皆様良いお年を、来年もどうぞよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。